はい、こんにちは、さとみです。今回は私が初めてアリエクスプレス、まあ、略してアリエクさんでダイヤモンドアートを購入したので開封していきたいと思います。アリエクさんの中にもダイヤモンドアートを販売しているショップさんが多数あるので、その中のちょっと読めないんですけど、ここにちょっとお名前を出すんですが、デュプレイダイヤモンドペインティングストアさんで購入した3つの、ダイヤモンドアートになります。じゃじゃん。白い袋で届いたんですけど、箱に入っていないんだっていうところで1個驚きでした3つそのまま丸めて入ってるような感じになっています。でその白い袋を開けたら、まあ、こういう状態で入っていて、あれ、皆さんの SNS で見ている開封動画とかとはちょっと違うなっていう感じがあったんですけど、まあ無事に届いたというところで、開封していきたいと思います。はい、それでは黄色いテープ外していきます。見つかったので3つキットが入っています。なんかすごく黄色緑が多いみたいな感じですね。はい、こちらビーズになります。はい、それではこの白いシートキャンバスを広げていきたいと思います。3つ一緒にくるまっているような感じですね。中にもなんかこう発泡スチロールみたいなのが入って、その周りでくるんでいる感じです。おー、じゃじゃん、見えますかね。私の大好きなもののけ姫はい、それとラピュタのシータ、はい、からの反対だった、ナウシカです。サイズは 40×60cm ですね。全部同じサイズになっています。一応オーロラビーズ入りって書いてあったんですけど、本当に入っているのかが定かではない感じですが、あ、入ってますね。どれぐらいオーロラビーズが入っているかちょっと見ていきたいと思います。じゃまずはナウシカから 1,2,3 4色ですね。風の谷のナウシカのビーズは4色オーロラビーズが入っています。白、赤、茶色、オレンジがオーロラビーズになっています。はい、続いてはラピュタですね。天空の城ラピュタのシータのダイヤモンドアートは 1,2,3 色ですね。こちらは3色がオーロラビーズになっています。白と黄色と緑ですね。なんかさっきのナウシカのビーズに比べると量が少ないですね。なんかもっとあってもいいかなって思うんですけど皆さんどうですかね。なんかこれで買いたいなって思わないですよね。なんかもうちょっとあったらいいなって私は個人的に思います。なんか気分的にはちょっとテンションが下がるようなオーロラビーズの量かなっていう感じがします。で、他のお店はどうなんですかね。オーロラビーズが入ってて同じ作品があるところもあるじゃないですか。そう思うとやっぱり多い方がいいですよね。はい、最後もののけ姫開けていきます。 4色ですね。こちらは4色になってます。茶色と黄色と紺と白ですね。これはすごい、かなり茶色がどこなんだろう、いっぱい入ってます。なんか早くやりたくなる感じがしますよね。こんくらい入ってるとちょっとワクワクします。なるほど、結構こうオーロラビーズの量も作品によってはこうばらつきがあるっていう感じがしますね。これも学習というか勉強になります。オーロラビーズが入っているってなるとやっぱりできるだけキラキラさせたいなみたいなところもあったりするので、そうですね、シータに関してはもうちょっとあってほしかったなって感じですね。しつこいですかね。はい、
というところでビーズの紹介になりました。全部50種類になっています。これを3つ並べて最終的には額に入れたいと思っています。これをもう一つ買って長方形の大きな額に入れてもいいかなと思ってはいるんですけど、この3人がとても私が気に入っているので、最終的には横長の額をオーダーして入れたいなと思っています。まずは50種類をやったことがないっていうところと、あとはオーロラビーズが入っているのでワクワク感があるっていうところと、いつできるのかっていうところが不安ではあるんですけど、まだやっていかなきゃいけない跡があったりするので、友達に渡すダイヤモンドアートとかいくつか残っているので、それが全部終わった後に自分の作業として進めたいと思います。待ちに待ったジブリシリーズ、やっと家に届いて開封動画が撮れたということで、作っていくのもかなり楽しみです。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。